サーティース TS16 は、サーティースが1974年及び1975年、1976年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー、ジョン・サーティースによって設計された。1974年シーズンの開幕戦、アルゼンチン GP に、サーティースは、ブラジル人ドライバーのホセ・カルロス・パーチェと、ドイツ人ドライバーのヨハヘンマスで挑んだが、パーチェは、 サスペンショントラブル、マスはエンジントラブルと両名ともリタイアとなった。ブラジル GP ではパーチェが4位に入り、地元の監修を喜ばせた。マスは17位に終わった。南アフリカ GP ではパーチェが11位となったが、マスはサスペンショントラブルでリタイアした。スペイン GP でパーチェは13位となり、マスはギアボックストラブルでリタイアした。ベルギー GP ではパーチェは ハンドリングの悪化、マスは、サスペンショントラブルで、両者ともリタイアとなった。モナコ GP では、マスはスタートせず、パーチェは、ジャンピエール・ベルトワーズ、デニス・ハルム、アルトゥーロ・メルツァリオ、ビットリオ・ブランビラ、ブライアン・レッドマン、ティム・シェンケンらとのクラッシュに巻き込まれリタイアした。スウェーデン GP では、パーチェは、ハンドリング悪化、マスは、サスペンショントラブルでリタイアした。 パーチェはこの後チームを離脱し、ブラバムに移籍した。オランダ GP にマスの一大体制で臨んだチームであったが、マスはトランスミッションのトラブルでリタイアとなった。フランス GP ではジョセ・ドレムが起用されたが、ドレムは予選落ちし、マスはクラッチトラブルでリタイアした。イギリス GP ではドレムに代わってデレック・ベルが起用されたが、ベルは予選落ちし、 マスは14位となった。ドイツ GP でベルは11位となったが、マスはエンジントラブルでリタイアした。オーストリア GP ではマスに代わって、ジャンピエール・ジャブイーユが起用されたが、ベル、ジャブイーユともに予選落ちした。チームはこの両名に加えて、ディーター・クエスターを起用し、クエスターは9位となった。イタリア GP ではドレム、ベルともに予選落ちした。カナダ GP では、 ドレムに代わって、ヘルムーとコイニクが起用され、コイニクは10位となった一方、ベルは予選落ちした。最終戦アメリカ GP ではベルに代わって、ドレムが起用された。ドレムは25周でリタイアした。コイニクは10周目にリアタイヤがパンクし、コースバリアに衝突、リタイアした。サーティースは3ポイントを獲得し、ランキング11位に終わったが、 1975年シーズンは予算不足のためジョン・ワトソンの一大体制に戻った。1975年イギリス GP で TS16 をドライブするジョン・ワトソン1975年シーズン開幕戦アルゼンチン GP でワトソンは燃料パイプが緩んでしまいコースサイドで修理を試みた後に失格となった。ブラジル GP では10位となる。南アフリカ GP では クラッチトラブルでリタイアに終わった。スペイン GP は8位となる。モナコ GP ではスピンでリタイアとなった。ベルギー GP では10位となる。スウェーデン GP では16位となる。オランダ GP では異常振動のためリタイアした。フランス GP は13位で終わっている。イギリス GP でワトソンは11位となり、チームはこの GP でデーブ・モーガンも起用し、 モーガンは18位となった。チームはドイツ GP を欠場、オーストリア GP では再びワトソン一大体制となった。レースは豪雨となり、グランプリドライバーズアソシエーションとオーガナイザーが話し合って29周で中止となった。ワトソンは10位に終わった。チームは来シーズンに投入する TS19 の開発に集中するため終盤2戦を欠場した。 アンティアーンニオイコールウィフリは、AW レーシングを結成し、サーティースから TS16 を購入、フィンランド人ドライバーのレオキヌーネンを起用して1974年、ベルギーグランプリに参戦したが、予選落ちした。続いて、スウェーデン GP に出場。この時は決勝に進出し、エンジントラブルでリタイアしている。その後フランス GP とイギリス GP にも出場したが、 いずれも予選落ちしている。一戦を置いてオーストリア GP とイタリア GP にも出場したが、これらも予選落ちに終わった。この後チームは予算不足のため会一から撤退した。シェルスポーツ、ホワイティングはニックホワイティングが創設し、シェルの燃料を使用した。チームは TS16 を購入、リビナガリカオキをしてイギリス GP に参戦したが、 予選落ちに終わった。ありがとうございます。